こんにちは松田秀志です。この辺かな。こんにちは松田秀志です。松田秀志のヒデチューブ、今日は、エーカーズという、車雑誌の取材でタンパイクに来ています。見えるのがこのダッチチャレンジャー、デーモンです。もうなんかすごい、1000馬力超えるような車なんですけれども、これから、タンパイクで試乗したいと思います。こんな車に乗るの久しぶりなんで、非常にこうなんかこう楽しくてワクワクします。でしかもですね、今日ですね、このウェア、僕が95年にインディ500に出た時のチームウェアです。はい、それを、着てきました。そしてこれからチャレンジャーアタックします。久々の取材で、エーカーズ副編集長の古谷先生、はい、古谷先生、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。もうね、昔はもうね、クルマニアとか、そうですね。そうだよね。あのロードスター、F ロード、ね、ロードスターレースも一緒に出たし、はい、そう、いろんな意味でかなり乗させていただきましたけども、今日本当に久しぶりで。久しぶりですね。数年ぶりですから。ね、数年ぶりね、本当そうだよね。いや、なんかこう。やっぱりいつもこういう車をやってるの。こういう車ばっかりです。こういう車ばっかりね。これはなんかやっぱ刺激的ね。久しぶりに乗るとね。アメ車いいですよね。アメ車いい。やっぱりね、なんかこう車って感じするよね。ね、うん、この車が出る号は来年になるんですけど、うん、来年チャレンジャーの特集なんですよ。チャレンジャーの特集。おお。じゃあ他にどういうの出てくるんですか。予定、まあノーマルのチャレンジャーからカスタムのチャレンジャー、購入ガイドから、うん、あ購入ガイド、在庫の情報とか、うん、そういうのももろもろも集めて、まあ、40、50ページの特集組むんで、はいはいはい、それの一つの企画 で、はい、でこのデーモンは、はい、あのドラッグにずっとこう出てたんですよ。なるほどなるほどなるほど。でそれを A カーズ追っかけてて、うん、でドラッグのページばっかり作ってたんですけど、うん、いや実際こうね、こういうコーナーってどうなの？どうなの？でじゃあそういう企画やってみようと。うんうんうん、でじゃあね、まあまあまさか僕らが運転できないんで怖いんで千馬力なんで。じゃあここはもう松田さんしかないだろう。で今回久しぶりにありがとうございました。ありがとうございます。こういうの得意だからね僕ね。そうですか。でもいや本当楽しくて、こういうねやっぱり久々にね。えこれで何月に出るんですか？2月ですね。2月の頭ですね。なるほど、ちょっとこの YouTube はちょっと早めに出すと思いますけど、皆さんぜひあのちょっと A カーズ、注目して2月あたりに出てくるということなので、またあのね、あの特集が組まれているということなので、ちょっとこう楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。パンパイプで、この車をモンスターマシン走らせてます。あのもうですね、この音が背景をちょっと聞かせますよ。これこの抜群な音、いやーこれはもうちょっと痺れますね。ちょっとマニュアルにしてみましょう。4000回転まで回るんですよ。化け物みたいなパワー、すごい。1000馬力超えてるんですね。これ今実は今この車はそのドラッグ仕様なんですね。なのでドラッグ仕様だと足がすごい柔らかい。今こうやって走っててもサスペンションすごくねロールもするし、このノーズダイブもアクセル踏めばこう簡単にスポートするし、でこのサスペンションがこのスポーツっていうモードがあるんで、このスポーツにしてみます。あやっぱりね重さはすごく感じるんで、あの動きはあるんですけれども、やっぱりサスペンションスポーツにするとですね、ぐっとこう粘りのあるこうぐっとさっきドラッグはファン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 
ってこういう風な感じで、あのノーズダイブスコートあるいはロールしてたんですけど、これもうダンパーがしっかりしてきているんで速度が遅くなってる。動きはちゃんとあるんですよ。動きはちゃんとあるんだけど、例えばここでね、すごいよこれ。これコーナリングはどうかっていう取材なんですけどね、タンバイクでこれ走らせて、参っちゃうですねこれは。まあ、当然コーナリングをってことになると、ステアリングはドラッグとスポーツで何が違うんだろうな。あれスポーツになると軽くなりますね。ドラッグの方が重いやんこれ多分、ドラッグの方がなんか重く感じる。スポーツあんま変わんないのかな。なんかねちょっとそこら辺が難しいところなんだけど、トラクションはドラッグになってるんで、トラクションは何をコントロールするんだろうわからないけど。じゃあちなみにそのサスペンションをストリートにしてみようかな。あ、やっぱりこれね柔らかいっていうか、やっぱりロールとかの動きが速くなりますね。そうしてこれはすごい乗り物だ。ちょっと感動しています。でね、ストリートにしても、まあ、ドラッグもそうなんだけど、乗り心地がすごい、すっごいこんな太いタイヤ履いてるのに、しかもちょっとこう S タイヤみたいなハイグリップ系のタイヤ履いているのに、これね乗り心地がかなりで、しかもバケットタイプのシートでしょ。だからこう結構ちゃんとねボディの振動とか、あのサスペンションの突き上げ感、端とか、あの伝えてくるんですよ、はっきりと。だけどすっごいリアル感あるのに乗り心地が全然悪くない。素晴らしいなこれ。揺れてずっとね下ってるんですけれども、これは楽しいね。これはやめられないでしょう。この状態で今900、まあ1000馬力ちょっと切るぐらいパワーが出ているそうです。もちろん今そんな、使い切ってませんけれども、今2200回転ぐらいでこう流しています。4速ギア、すごいですねこれね。完璧ホイールスピンバリバリ。はい、こちらオーナーの、すみませんお名前を、はいはい、高山と申します。高山さん、はい、よろしくお願いします。こちらオーナーの高山さんです。高山さん、この車を買った理由っていうか、どういう。いや、やっぱパワーが欲しくて。パワーが欲しかった、はい、今までどんな車に乗ってたんですか。いや、この最初の SRT の普通のチャレンジャー、チャレンジャーに乗って、はい、あでいろいろチューニングしていったんですけど、ちょっともうそれ以上上がらないくなったんで、もっとパワーが欲しくなって、その時で何馬力ぐらいですか。その時が600とか700、はい、もうそれでもちょっと物足りなくなったと。なって、で一発目で買うと840馬力の車があるよって言われて、でこれを買ったんですね。なるほど、はい、それがごめん。これどれくらい前に買われたんですか。2年ぐらい前ですかね。2年ぐらい前に、はい、あ、そうですか。いや、ちょっとこれそれでエンジン、それじゃあそのパワーのね、エンジンをちょっと説明していただきたいんですけども、はいはい、もちろんこれ、V8 の、ベースはヘミなんですかね。そうですね。そうですよね。なんか、なんかデーモンになるとこのヘッドが赤になるって言いましたね。デーモンになるとヘッドが赤になる。はい、なるほど、はい。これで今どれくらい出てるんですか。
ノース使わないで950。これで今950。はい。わかりました。で、スーパーチャージャーで、はい。はい。それで950。そうですね。ちょっとそのノースを今度見せていただこうと思うんですけど、はい。はい、ちょっと後ろにじゃあ回ってみましょうか。いや、これは本当にすごい。これはどこで開ける、このまま開けられる、あ、そこなんです。これがノスですね。はい、ノスです。はい、でこれを使うと、これで使うと1150馬力になる。1150馬力。はい、はい、でこのノスを使うときには、はい、ある種儀式みたいにのがあって、まずヒーターを、はい、バッテリーからヒーターが、そうですね、はい、あった、スイッチ入れて温めて、はいはい、この周りにヒーターがついた、これがヒーターですか。これでヒーターですね。あ、なるほど、はい、この背負ってるやつが、そうですね、で熱くなるんで、で開けても、線を開けても、線を開ける、はい、はいはいはい、そうするとあと運転席側の、はい、さっきやったボタンです、ボタンを押すと、はい、噴射して、はい、パワーが出ると。それ何秒間とかなんかあれはあるんですか、規定は。いやー、あの別にそのまま、そう、タンクが空になるまでちなみにこのタンクどんくらい使い終わるんですか。使い終わったことあります。使ったことないんですね。ドラッグで、多分10本ぐらい走れると思うんですよね。10分。あ、10本。10本。あ、ドラッグを10本。はい、400メーターを、はい、0400メーターを10本走れるぐらい。はい、絡んだ、5、6回やって絡んだことかはないんで。ないんですね。はい。ああ。じゃあ、ドラッグには結構もう何回も出てらっしゃる。そうですね。出てますね。何秒ぐらいで走ります。この間初めて400メーター。やって、ええ、一番早いタイムが10秒2だったか10秒4だったか。10秒2。ただ私の運転じゃなくて、ええ、このメカニックの人が乗ったタイムだったんで。タイムだったんですね。うん、私より早いんですよ。なるほど。悔しいことに。悔しいことに。でもそれはいいじゃないですかね。そうですね。ね、ええ、これ1本いくらするんですか。まだわかんないですか。本当にあのガス入れるのですか。あ、ガスを充填するのに。あ、まあこれはそうですよね。これ多分カーボンですよね。これ。カーボン。ですよね。はい、うん、これそんなしないんじゃないですかね。5、6万じゃないのかな。そうですか、はい、いや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 、これはすごいですよね。はあ。どうです、満足します、このパワーには。そうですね、もう、うん、今までドロッケやっててパワーパワーしてたんだけど、うん、もうだんだん今度パワーじゃなくて腕だなって分かり始めてきたんでもうパワーはいらないから今度腕でうまく走らせようというような考えになってきました。はいはいはい、なるほど、はい、それはそのぜ、あのドラッグでうまく走らせる。そうですね、スタートをうまく走らせるように、はい、で、この今日そのエーカーズの企画っていうのは、はい、そのタンバイクでコーナーリングどうかっていうのを今、はい、試しに僕は乗ったんですけれども、はい、結構スポーツモードにするとサスペンションがこう締まってきてね、はい、で僕は結構サスペンション動くの好きなんで、はい、でちょうどいいこうロール感とかこのロールに移るこの動いていく感じがすごく分かりやすくて、はあ、なんかね、あのコーナリングもすごく早いし。そうですか、うん、でこれもしかしたらつくばを持っていったらかなり、まあ、10秒切るんじゃないかなぐらいの感覚。本当ですかそんな感じで、はい、で、すごく楽しく今日ね、乗せていただきました。はい、でこのタイヤはもともとこうついてるタイヤ、ね、そうですね、これがノーマルタイヤですね。ノーマルタイヤに ね、はい、でだからこれはそのドラッグ用だから18インチってことですよね。そうですね。でヘルキャップになると20になる。20になるんですね。ですね、はい、うん、だから実はブレーキが一回りちっちゃくなる。一回りちっちゃく、ブレンボついてるけれども、はい、一回りちっちゃくなるという、はい、そういうことなんですね。はい、なるほど。これはじゃあ2年乗られて、ちょうどそうするとコロナの頃に買われたってことですか。いや、コロナの前、ね、前ぐらいに買われた。はい、あ、じゃあもう3年ぐらい乗られてる。あ、経つのかもしれないですね。うんうんうん、車検は何年、ああ、経つのかな。もう3年ぐらいです、はい、まだまだ乗られる。まだ乗ります。やっぱりかなり愛着が。そうですね、はい、ちなみにこれっていくらぐらいですか。その当時はまだ円が 110円ぐらいだったんで。ああ、なるほど、はい、乗り出して1800ぐらいだったのかな。1800ぐらい、はい、なるほど。今はなんかもっと高い。いや、もう 今それどころじゃないでしょうね、はい、ちなみに、はい、その普段乗られるの他にどういう車乗ってらっしゃるんですか。あとはポンティアック。ポンティアック、はい、全部アメ車ですか。あと BM ですね。あ、BMW、 BMW は何乗ってる、
M の140。M の140いいですね。はい、楽しいですね、あれあれで。そうですね。止まりが効いて。止まりが効いて。で、M の140だと、こう、なんていうんですか、結構こう、欧州車チックで、なんていうのかな、うね、こう、コーナリングとか。はい、コーナリングが楽しいですね。楽しいですよね。はい、もうこれはもう直線一本で。これは直線一本で。いや、これはすごいですね。楽しいですね。僕今日本当にこの、久々に、まあコロナであんまり外のね、こういうロケもなかったんですけど、はい、エイガズさんの取材って本当に久々だったんですけれども、なんかこう、こういうこう楽しい車に乗せていただいて、すごい、感動しました。ありがとうございました。こちらこそ。はい。じゃあ、これからも壊さないように。はい、壊さないで、はい、壊さないようにっておかしいですね。大事に乗っていただいて、はい、ドラッグレースで、メカさんのタイムが余るように。はい、頑張ります。いや、でも本当楽しい車でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。